今から崇城大学キャンパス内を案内します。行ってきます。駅前から横断歩道を渡るとすぐ車庫エレベーターがあります。こちらは崇城大学の車庫エレベーターです。今から車庫エレベーターでキャンパスまで登ってみましょう。エレベーターを出て進むと右側に学食、左側に庭園があります。赤い橋を渡ると中庭が見えます。こちら景品館です。美味しい朝食も食べれますよ。ここはバス停です。ここは ATM です。いつでもお金が下ろせます。中庭を進むとソーラがあります。ソーラには1階にカフェとランチのスペースがあります。この建物は G 号館です。1階にはものづくり創造センタースミック、2階には創造ベンチャーズラボがあります。それではベンチャーズラボに行ってみましょう。こちらは創造ベンチャーズラボです。田口先生こんにちは。こんにちは。こちらは企業部の学生が主に活動するスペースとなっております。企業部からは社長も誕生しています。来た道を少し戻って次の施設を紹介します。ここは図書館です。ここは創造インターナショナルラーニングセンターシルクです。ではシルクの中に入ってみましょう。こちらはシルク2階のサルクです。聞く、読む、話す、書くの学習ができます。1階にはカフェもあります。いかがでしたか？魅力あふれる崇城大学でお待ちしています。